どうも、ねずっちです。今回ちょっと実験的にですね、モノマネやってみようかなと思いましてね。っていうのもですね、今度浅草の東洋館で、5月から企画コーナー始まりましてね、そこでちょっとこれやったらどうかなっていうんで、試してみたいと思います。お客様はね、割と高齢の方が多い中でやるやつです。それでは行きましょう。うまいことを言う麻生太郎副総理。どうも、麻生太郎です。この間、立憲民主と自民党で草野球をやりましてね、相手のピッチャーは枝野、もちろん投手ですから、どんな球を放るのかちょっと気になったんですが、なかなかいい球放ってましたね。さすが野党、内閣をビシビシ攻めてきたってね。そっちです。おい、そこの記者聞いてんのか。どうですかね。とりあえずまた。